はい。今日も疲れたな。今日も疲れたな。今日は本当はこの間ね、撮影した嵐パイセンの動画を上げようと思ったんですけど、なんかね、スマホからパソコンに入れるための100均で買ったケーブルがあったんですよ。もうかれこれ3年ぐらい使ってるやつなんですけど、あれがねどっか行っちゃったんですよね。うん、なんでスマホからデータが取り出せませんということで、急遽ライチュクに代役をお願いしてるんですが、ちょっと毛づくろいしてないでなんかちょうだいよ、なんかシーンちょうだい、なんかいいシーンちょうだいよ。ライチュクポーズ取ってやったぞってか、ありがとうございます、ありがとうございます。ライさん今日もすいませんね、急遽。でもさ、俺いつも置いてる場所にないんだよね。部屋のどっかには多分落ちてると思うんだけど、多分ね落としたのこいつだと思うんだよね。え、俺かよ、俺のせいにすんなよって。でもね、多分ね、ライスだと思うんだよね。ね。ほら、超目を泳いでるもん。ね。お前だろ、犯人。お前がどっかにやっちゃったんだろ、ライチ君よ。ね。知らんぷりしてるけど。どこにやったの？100均の割に結構良かったんだよ。ねえ。ちょっとあれ、持ってきてよ。別に怒んないからさ。どっかからあれ見つけてきてよ。ねえ。そんな、毎回毎回使うもんじゃないから。なんか自分も100円のやつだしっていうので、あんまり、大事に扱ってなかったんで、うん、なんかね、でもいざないとね困るんだよね。ね、ライチ君ということで、今日はライチ君に代役をお願いしましたとさ。ね、チョビのシャンプーもしたいんだけどさ、なんかもう天気悪いんだよね。あとめちゃくちゃ風が強いんだよね、最近。毎日毎日風吹くからもうどうしようもないよ。どうする？どうするね、ライチ君。どうする？拗ねちゃった。